昨日のね、夜セットしたデータですね。今このぐらい映せてます。あとね 60% ぐらい残ってるんですけども、今日一日中ね、ここのディスクのね、アクセスがね、まあ、98% とか張り付いてますね。じゃーん、じゃじゃーん。これが何かというとですね、じゃん、はい、これアメ横にあるね、小島屋っていうドライフルーツを売ってるお店ですね。そこでね、いろいろとドライフルーツ買ってみました。まずこれがね、店主おすすめ砂糖不使用無添加カンボジア産マンゴーで、これが店主が一番美味しいと思う至極のカンボジア産パイン、あとは星バナナ。星バナナって知ってる人いるかな。そこまでメジャーではないとは思うんですけど、バナナチップとは違って、ちょっとね、しっとりした、なんていうの、ブヨブヨした感じのバナナの、まあ、スティックなんですけど、意外とね美味しいんですよ。意外とっていうかね、結構美味しくて僕好きなんですけどね。まあなんかちょうどいい機会だったんで買ってみました。で、ほんとこれ、さんざしはね、まあ、こういう形じゃなくて、まあ、普通の実なんですけど、まあ、これを加工してね、まあ、大体こういうなんか四角いブロックみたいな形になってるのが一般的なんですけど、なんかね、さんざしがね、めちゃくちゃ食べたくなって、それでね、どっかいいドライフルーツがないかなと思って、で、結局ね、アメ横の小島屋で買うっていう、そういう感じですね。通販やってるみたいだったんで、はい、という感じでした。じゃあおやつに食べよう。まあ、ドライフルーツ食べまくるとね、すっげー太るんでそこは気をつけなきゃなんないですけど、今日からドライフルーツ楽しんでいきます。コーヒータイム。今日はね、キリマンジャロです。まあ、言ったかもしれないけど、言ったな、田島屋でコーヒーを注文しました。まあね、日曜日に注文したんで、日曜日、土曜日の夜だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、注文したんでね、休みの日に注文したんで、まだ今日届いてないんですけど、いつ届くのかな、あれ、注文受けたまりましたみたいなメール来たっけかな忘れちゃった。ちょっとちゃんとね、後でメール再確認しておきます。で、今日のコーヒーのお供に、さっき届いたドライフルーツね。で、これはドライバナナ。ドライバナナってね、こんな感じのやつなんですよね。本当にね、バナナをそのまんま、丸のまんま干して水分抜いた感じでね、結構柔らかいんですよ、こんな感じで。まあ、チップの方がね、有名だとは思うんですけど、なんか独特のね、酸味と、多分ね、干しているバナナの種類が違うと思うんですけど、独特の酸味とね、香りがあってね、結構好きなんですよね。あとこのねっとり感、それがね、まあ苦手な人は苦手かもしれないですけど、好きな人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それとあと、さんざしをね、ちょっと2本ぐらい食べてみたんですけど、まあさんざしだなっていう味しましたねさんざしね、もともとは漢方とかに使うんだったかな、とかそういうような感じだと思うんですけど、独特な薬っぽい味がしてね、たまにね食べたくなるんですけど、なんか本当に5本ぐらいにいいんですよ、食べるの。なのにね、売ってるのね、大きいサイズしか売ってなくて、しかも結構値段高いんですよね。はい、コーヒー入れ終わりです。軽くかき混ぜて、まあね、ドライフルーツって結構値段するんですよね。まあ輸入商品だからだとは思うんですけど、結構高くてね、ドライフルーツの中で僕マンゴーとあとイチジクが好きなんですけど、
イチジクもね、結構高いんですよね。まあ、今回ね、注文したやつで5000円ぐらいいっちゃったんで、まあ、イチジクは頼まなかったんですけど、あと、いっぺんにね、頼みすぎると、まあ、果糖が多いから、まあ、完全にデブのもとなんでね、まあ、ちょっとずつ食べていきます。はい、今日ね、半日かけて、ハードディスクのね、容量を開けました。バックアップっていうやつがね、もともと入っている内蔵のハードディスクで、ボリュームエッジってなってるやつが、今回ね、新しく買ったハードディスクです。まだね、動画ファイルいろいろあるんですけど、今回はね、Vlog 用のファイルだけ、とりあえずね、取り出して、ボリュームエッジにね、移しました。でね、また、まあ、Vlog のね、データで圧迫し始めたら、またね、接続して、どう移そうかなっていう感じでいます。なんで、一旦、まだね、空き容量5.3テラありますけど、一旦これでね、ボリュームエッジは外しちゃおうと思います。で、箱にしまってね、保管しておこうと思います。いや、もっと早くね、やっとけばよかった、ここら辺は。